こんにちは。オンラインレッスン教室コンサルタントのボンドラ高橋若菜です。今日もこの YouTube 動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、生徒さんに振り回されないようにするにはというお話をしたいと思います。これは結構悩んでいる方がね、まあ生徒さん、もしかしたら生徒さんの保護者さんに、振り回されてしまう、ほとんどのね生徒さんとの相性はいいんだけれども、一人でもそのなんかその相性が合わないとか、何かクレーム的なことを言っているくる方がですね、一人でも、混ざっているとですね、かなりそのこちらとしてはエネルギーを奪われる感じ、その一人の方へのですね対応だけで疲弊するっていうのはすごくあるんじゃないかなと思うんですよね。で、私もこれはすごく経験があるんですよね。で、ここですごく大切なのはですね、先生は、お教室先生はコミュニティのリーダーですよと、私、今までお伝えしてきているんですけれども、お教室をコミュニティとしてみてですね、で、お教室の中でですね、コミュニティその場に貢献してくれる保護者さん、生徒さんっていうのが、絶対一人はいると思うんですよね。で、その方たちをですね、大切にしていくべきなんですよ。で、お金、お月謝をね、全員一人一人からいただいてるわけじゃないですか。で、そのね、場のエネルギーを乱すような方、クレームを言ってくるだとか、ちょっと相性が合わないなとか、相性が合わないなだけだったらいいんですけれどね、やっぱりそのなんかこう、いつもその人に振り回されちゃうみたいなね、あとエネルギーがなんかその奪われる、やり取りした後にすごくこっちが疲れるみたいなね、そういう方がですね、やっぱり一人でもいらっしゃるとすごくその先生が作っているその場の、いい感じなねことっていうのはですね、乱されてしまうんですよね。なので、その人にですね、お客様対応しなくちゃいけないみたいなね、お金もらってるからってどうしても思ってしまうんですけれども、これ本当ブランディングの話になるんですけど、ブランディングといえばですね、ちょっと話変わりますが、私がその定期的に月曜日朝9時半から定期的にライブ配信している Facebook グループですね、若菜のオンライン教室というんですけれども、そちらにですね、来週の月曜日、あるブランディングのプロですね、ラグジュアリーブランドに7年間ですね、お仕事されていたという方をお招きして、ブランディングについてちょっとお話ししてもらうんですけれども、そのお教室の先生個人でねされている先生がすごく多いと思うんですけれども、やっぱりそのブランディングがちゃんとできてないと、価格もですね、上げられないですし、そしてそのなんていうか、自分が思ってもない人、理想のねお客さんではない人が来てしまうわけなんですよね。で、そこのブランディングによってですね、その言葉の使い方だとか、その情報発信でね、使う言葉ですよね。だったりとか、そういうことも、変わってくると思うんですよね。で、その言葉に引き寄せられて、人っていうのは来るので、すごくね、そのブランディングに対しての、意識っていうのはすごくやっぱり大切なんじゃないかなと思って、で、私スペシャルゲストをね招いて月曜日するので、もしよかったらですね、ここの下にですね、その Facebook グループのリンクを貼っておきますので、ぜひね申請しておいてほしいなと思います。はい、LINE の方でもですね、そのライブ配信見逃さないように、お知らせをしてますので、LINE 公式アカウントにとりあえず、登録していただければですね、そういったそのすごい無料ですけれども有料級のね、情報発信ですよね、ライブ配信、スペシャルゲストを招いてのライブ配信をですね、見逃すことがないと思いますので、 LINE にね登録しておいていただきたいなと思うんですけれども、ちょっとね話を戻しますが、
で、そういったその乱す生徒さんの対応に追われてしまう、そのお客様対応しなくちゃいけない。で、そういう方たちにですね、やっぱり対応しようとはっきり言うと思わなくていいというかね、ではなくて、そのコミュニティにですね、貢献、場に貢献してくれる方たちを、そっちをですね、意識を向けて大切にするべきなんですよね。で、例えば、お教室も入ってきた瞬間からそのエネルギーって結構感じると思うんですよね。すごく、先生のことを慕ってくれている。そして、お教室のために、結構ね、そこまで計算しているわけではないと思うんですが、そのお教室のために、自分ができることってなんだろうっていうのをいつも考えて行動してくれている人というかね、例えば発表会とかあると、発表会も準備がたくさんいろいろあるわけじゃないですか。で、それを発表会費払ってるからそんなやることは当たり前でしょみたいな感じで思ってる人とですね、いや先生ここまで考えてくださっていろいろ私たちのためにやってくださってありがとうございますって言ってくれる方と、分かれると思うんですよね。で、この先生私たちのためにすごく考えてやってくださってありがとうございますと言ってくれる方がですね、場に貢献してくださってるわけなんですよね。でさらに、先生に先生にどんどんその進んでいってほしい、ご活躍してほしいと思ってくださっているような方々ですよね。その方たちってある意味その場にですね、自分のエネルギーを貢献してくださっているわけなんですよ。で、そういう方たちをしっかり大切にしていく、そういう方たちに向けて、何を今度はしたら、さらに喜んでくれるだろう、さらに関係を深めることができるだろう、そういったことをやっぱり考えてやっていくといいと思うんですよね。なのでそっちにベクトルを向けると振り回されないようになります。で、例えば私の場合は、何かあったらですね、やっぱりその、場をね乱すような方には注意もするようにしてます。注意っていうか、注意もしますし、ちょっとね、その行動に対して、ご自身に、ご本人にね、気づいてくれるかどうかわからないですけど、気づかせるようなことを言ったりとか、そういうことをですね、言うようにしてます。これはですね、ご自身を守るためだけではなくてですね、そのコミュニティのその場、いい感じになっている場、先生が作られているその場ですよね、を守るためでもあるんですよね。で、そうやって乱す人がいるとですね、せっかく先生のことをその先生が作っているコミュニティ、先生が作っている場がいいなと思って入ってきている人たちがいるのに、そういう方がいることによって、その他のコミュニティ、他の人たち、コミュニティにいる他の人たちも迷惑というかね、感じるっていうことはあるんですよね。なので、振り回されない。そして、ある時は、注意する。先生はコミュニティのリーダーなので、その場を守るためにですね、そのコミュニティの場がいいなと思って入ってきてくれてる人もいるので、しっかりその場をコントロールする。ということでもですね、時には注意するっていうことも大切だと思うんですよね。はい。今日の YouTube 動画見てよかったな、そして、役に立ったなと思われた方は、いいねボタンお願いします。そして、YouTube チャンネル登録ももしよかったらしてください。はい。では今日も素敵な一日をお過ごしください。